果たして、ガンダム、それは本当に状況が変わった、のだろうか。それはまだ不安。今もまだ、創作の現場は独裁創作、それへの追求を諦めていない。それが単なる、略奪のようなものでしかないにしろ、だ。そして、やむを得ずに 5% を払うような状況になっても、あるいは理解として、戦力比、それはまだ圧倒的、だ。10倍はいる勢力と、戦力を前に、正義とはどこまで防波堤になるか。お金、の問題は深刻なのだが。ニュージオンガンダムの設定に関しては自分の予想が一つ当たったが、それは当たったのか否か。そしてその時、不意に気づくのが、ストリードの通りに作る、なら、すでに視聴者の数パーセントは先の展開を知ってる。今までにはなかった事態、だ。そこに不意に懸念はあるが、コンサートに行くようなものだ、客の理解とは？